こんにちは今回はですねシーンというファッションブランド中国のファッションブランドを取り上げた動画を紹介しようと思います、まあ、私が日々チェックしている YouTuber の中であの原寛太さんという方がいらっしゃるんですよこの方はですねフリーランス国際協力士というふうに名乗っているんですけども、まあ、要するに世界のいろんなところに行ってねまあ主にはアフリカとかなんですけども、えー、そこで自分なりにできる支援をまあ 独自にされてる方なんですよね本当に個人の力でされてますのでその財源っていうのは活動が主なんですよで今ではね有名になってきたんで各地の講演活動で活動費を捻出するってこともおりますけどもまあとにかくね世界の闇をいろんなところで切り込んでくれるしかもね結構ねあのなんか話し方が上手っていうかね好感が持てるような表情と 声なんですよね。私すごく好きで、若い方なんですけども、いつもいつもチェックしてね、この方のコミュニティとかもすごく興味があるんですよね。で、今回はシーンっていうファッションブランド、私もインターネットで何度か見かけたことがあって、なんだこのブランドはなんでこんなに安いんだと思ったんですよ。アクセサリーがね、10円とかね、そんなレベルで靴が30円とかね。そういうのはね、10年ぐらい前から目にするようになって、中国メルカリ転売みたいなののノウハウにも入ってるわけなんですよ。 ででもやっぱりねなんだろうと思いますよねでいろんなニュースの中で報じられてきてそれを原カンさんっていうね今回紹介する YouTuber さんもあの言われてるわけなんですけどもこれ動画概要欄に今回の動画貼っときますけどもねの原カ太さんがあいろいろチェックしたことと私の考えてることとの、ね、結構一致していてあの要するに。 労働者を搾取してるんですよね。すごく低賃金で強制労働のように働かしていて、そしてそこで事故が起きても、もう保証も何もないっていう感じで、要するに人間を人権を与えずに働かせている奴隷労働みたいにして、そして安い商品を提供すると。それが世界中売れるもんだから、それがますますね、激化するって形なんですよ。じゃあ私たちがそういった真意の商品を買わなければ済むのかっていう問題なんですけども、もう問題はそうもいかなくなってくるんですよね。これはユニクロ問題も同じですよ。 うんとにかくね人間ってのはここまで他人の痛みに対して無関心になれるもんなんだろうかと思わざるを得ないそんな事案でしてございましたはいということでねあのー、12月から YouTuber を紹介するこういったコーナーも作っていきたいと思いますんで今回は第1弾原寛太さんの動画を紹介させていただきましたよろしかったら動画概要欄からシーンというねアパレルブランドのこの闇をご覧いただければと思います動画は20分ほどとなりますので時間が取れる時にご覧ください